どうもいや、この動画をアップロードする頃にはもうちょっと終わってると思うんですけど、はい、今深夜というか11時10分ですね。はい、24時間限定で60万円の教材プレゼントっていうキャンペーンをやってたんですけど、無料プレゼントね。はい、まあ、すいません、この動画をアップロードする頃には多分まあちょっと終わってると思うんで、すいません。はい、ということで、まあ、LINE の方でね、2回、0時と18時、5月1日、0時18時の方でご案内させていただきましたけど、まあ、たくさんの、ね、方にアンケートを答えていただきました。ありがとうございます。で、一応、5月2日、まあ、審査もありますので、5月2日の夕方ですね。夕方ぐらいにメールの方でご案内させていただきます、全部。うん。で、まあ、で、あと全部、アンケートのそのプレゼントの配布が終わったら、また全体配信で動画の方を撮ったりとか、あのプレゼント送りま、メール送りましたよみたいな、メール送りましたみたいな、まあこういった動画の方も案内しますんで、5月2日夕方ぐらいに、完了するように、プレゼント配布終わるように、まあ結構ね、一人一人また動画撮っていくんで、あのちょっとまあ撮らないといけないですね今回まああのもうしばらくお待ちください。はい、で今回はテーマとしては、まあ、結構ですね、アンケートを見させていただいてるんですけど、やっぱりついに来たかと思うんですけど、やっぱこの567ですよね。567沢に567の影響がね、やっぱり来てますね。やっぱりこう本当第2波第3波来ますよ。うん、だからもうあと1、2ヶ月もしくは3ヶ月もうキャッシュ回んないですから、マジでキャッシュ回んないんで、本当にもう、どこボコボコ潰れていきます。で、実際に今回ですね、アンケートに回答していただいた方の中にも、もうリストラに会いましたっていう方もいましたから、だからもう本当にね、人事じゃなくて、要はまあ動画でもお伝えしたんですけども、経済が今回ってないので、経済が回ってないと、わかります？経済が回ってないと、守りに入るわけじゃないですか。お金使いたいですか、今。お金使いたくないですよね。守りに入ってるわけじゃないですか。で、守りに入ったら、金を使わなくなるわけですよ。金を使わないと。だ、どういうところに金を使われるかっていうと、ウイルス対策の消毒液だったりとか、マスク、まあ、ここは売れるでしょう。あと食料品、もう最低限のここです。ウイルスから体を守るもの何かか食料品しかないんですよ。だからもう本当にアパレルだったりとか、そのなんだろうな、なんか贅沢品には金使わなくなります。じゃあ贅沢品というかね、服だったりとか、例えばなんかダイヤモンドなんか今売れないですよ、多分。今ダイヤモンド買う人少ないですよ。だからそういうなんか売ってるところにも大打撃ですよ、守りなんて。金使わなくなりますから。だから第2波、第3波で、その、金をみんなが使わなくなったことによって潰れていくところどんどん出てきます。商品売れなくなるんで、マジで。この2、3ヶ月でもうどんどん来ます。わかります？だから本当に今もう動かないとダメですよ。今何か自分で本当にスキルアップしないといけないんで。まあ今回アンケート取って、まあそのコロナの影響で、まあこういうことでって結構ありましたけど、やっぱね、僕はもう1万4000本訴えてきましたけど、ようやく1万4000本のこの、なんだ、思いが伝わってきたんじゃないかなと。だ、本当に自分で稼ぐスキルですよね。それをつけましょうって話です。もう会社に頼る生き方は難しいです。だって会社がなくなったらどうするんですかっていう話じゃないですか。だから自分一人でも生きていける。で、さらに言うと場所も選ばない。だから東京にみんな一挙集中するわけですよ。東京はまあ賃料高いですよ、ちょっと。だけど、働いて給料も高いかもしれないけど、住むコスパも高いですよね。だからネットで本当にここ4万2000円なわけですよ。ここ4万2000円。4万2000円ですよ。でね、まあ僕あの自炊してるんですけど、もやしとか25円ですからね。もういきなりもやし出てくるみたいなね。まあ僕ね、鹿児島の豚めっちゃうまいんですけど、これ240円ぐらいでめちゃくちゃうまいんですよ、鹿児島の豚。あとね、最近ハマってるのが、ね、アイラのニラってやつがあるんですけど、鹿児島空港で作ってるらしいんですけど、99円なんですよ。このニラめちゃめちゃうまいんですね。もう最近このブームなんですけど、アイラのニラ。
か特産みたいな、このねなんかねニラがこう分厚いというか、なんかニラ出汁が出るんですよ、ニラ出汁がなんとか飯食っていけるじゃないですか。だからその地方で本当住んで、田舎で住んで、そこで20ネット使ってね、ネットで一人で自力で20万ぐらい稼げれば、田舎でこのここでくすめばなんとか飯食っていけますよ。だから住む場所を自由に選択できたらマジでいいっすよ。本当自力で20万安定的に稼げるようになれば、場所ここで行けますからね。だってこれ僕多分ね10万あれば、多分家賃でしょ、ここの家賃4万2千円と、ここ、ね、ここネット無料ですから、ここネット無料、駐車場無料なんですよ、ね、ただ僕ねちょっと稼がないといけないのが、借金あるのと車が維持費かかるんで、そこはちょっと頑張らないといけないんですけど、車もない借金もないっていう状態だったらかなり余裕だと思いますよ。借金の返済もない、車も持ってない、もう余裕ですね。20万あればマジで。だってネットそもそも無料、商売道具ネット無料なんで。で、あと食費なんかは自炊すればね、まあ、3万あれば余裕じゃないですか、自炊だったら。って話で、で水道ガス電気入れて食費も自炊すれば多分10万以内に収まるんですよ。20万あったら10万あと残るじゃないですか、って話で。そうだから本当に場所を選ばない、場所どこでも行けるよっていう風な状態にしといた方がいいです。あとは僕のコンサル生、まあ、塾生塾にも入っていただいて、コンサルにも入っていただいてるんですけど、マレーシアに住んでる人いるんですよ。でマレーシアなんか6万でタワマン33階とかですよ、その人住んでんの。だからマレーシアでも行けるんですよ。だそういうその物価がクソ安い、だから学さんとかね日本に住んでないじゃないですか。だからそのそれめっちゃ大事ですね。だからネットで稼げる、一人で稼げるっていうのはこういうメリットを得られるわけですよ。だから本当にもう3密なんか鹿児島ないですから、マジで3密どこにあんだみたいな、もう山と川と海しかないですからね、まあ、田舎が嫌いってことの人だったらあれかもしれないですけど、まあいいっすよ、自然あってめちゃくちゃめちゃくちゃいいっすよ、パワーあるし、桜島いいんですけど、ね、噴火してますけど、まあいいや。で、まあ、今回ですね、稼ぐが、これね堀江さんのね昔の2004年の本あるんですけど、稼ぐが勝ち100億円みたいなね。いや僕ちょっと稼ぐ勝ちではないかなと思って、まあ20万稼いだら勝ちなのかって話で、どう100億円言われたらね、100億勝ちかみたいな、まあ100億も稼いだら勝ちかもしれへんなと思って、20万で勝ちって言ってもねちょっと微妙じゃないですか。だから僕は稼ぐけど心は失うなと、これでいきましょう。心は失うんだと。で今回そのあのアドバンス生か、あアドバンスっていうのを売ってきますから、今度ね、アドバンスっていうのを売ってくるんですけど、アドバンス生で、結果多くいただいた方の中で、その転売に関してちょっとその世間的にちょっと心が引けます、転売イコール悪だみたいなね、ちょっとそこどうなのかなみたいな。だ今ぶっちゃけ本当に稼ごうと思えばマスク転売もし仕入れるルートあればめちゃめちゃ稼げますよ今マジで。てか稼いでる人多分いると思いますけど、ゴリゴリやってるところあると思いますだからだけど稼げるけどそれってどうなのって話じゃないですか、ちょっと微妙じゃないですか。どうですか、稼げるけど、確かに稼げるけどもそれは道徳的にどうなのっていう、どうですか。で僕はそのアドバンス生にアドバイスしたのは、別にそのビジネスの視点で見たらですよ、需要と供給のバランスなんで価格は上がるのはしょうがないんですよ。だけど道徳的に見た場合にね、あの完全まあ分かるじゃないですか。だって例えば、まあ大体分かんないですけど、まあ、いっぱい価格が沸騰してるのは分かんないですけど、100円で買えたものが、例えば多分今ね、多分これぐらいだと100円で買えたマスクがあるとするならば、多分上がり度が5000円とか、あここまで行き過ぎですか、行き過ぎかな、まあでも売ってるところはこんな感じで売ってる人もいるじゃないですか、こんぐらいの価格差ありますよね。で僕はその方に言ったのが、100円でもし仕入れられるんだったら120円とかでね、150円とか、まあその仕入れとかその労力もあるんで、まあ、ちょっとは利益欲しいじゃないですか、さすがに。だからこれぐらいで売って、で手紙を添えろと、だからこの時期一緒に頑張りましょうと。でこれコピーライティング、今回コピーライティングのプレゼントをするわけなんですけど、僕だったらね、もし100円でマスクを仕入れて120円でこれ売っていくんだったら、
言ったんですけど、こう手紙を添えるわけですよ。で、本当はあの今回は、私からマスク買っていただきありがとうございますと、もうこれ即興で言いますね、私からマスク買っていただきありがとうございます。まあこんな手紙を書くのはちょっとまあ求められてないかもしれない、まあそれで求められてないのはあれか、まあこんなあの手紙を書いた理由があります実はと。本当は私はあのこのマスクをね今この販売させていただいてるんですけど、あのお金をねあのがっぽり儲けようと、まあ、ちょっとそれはちょっと言葉微妙だなあのお金をねもうちょっと高く売って稼ごうと思ってましたと。だから本当は私は最低な人間なんですと。だけどいろいろ考えた結果、あの少しでもやっぱ今私は仕入れルートがあるので、あのなんだ少しでもやっぱ多くの人にできるだけ安く提供して、まあなんだ命を守ってほしいと、みんなでやっぱここは乗り越えていけないと思って心改め直して、今回こういう価格で、提供させていただきましたと。受け取っていただき本当ありがとうございます、いろいろと辛いと思いますけど一緒に頑張っていきましょうみたいな手紙を入れるわけですよ。でどうすか、でこの人は多分ここでこれで買った人って 安いって買ったと思うんですよね。え安く出てるみたいな、えめっちゃ安くないみたいな、だって市場がこれぐらいで沸騰してて これだって安いって感じるじゃないですか。でなさらにそのなぜこれで出したのかっていう手紙付きなんですよね。そしたら感謝するし恩する恩が売れるわけですよ。でそしたら多分それ口コミで広がって、ここすごいよ、この出品者すごいよみたいな、こんな人いるんだみたいな、でまあ口コミで広がるかもしれないですし、あのその後マスク以外の商品も売れるだろうし、だからここで信頼取れますよね。うん、だから心を失わなければそういうこともできるんですけど、もう完全利益だけ取りに行っちゃうと、もう、まあ、確かに儲かるけど、確かにガッポガッポ儲かるけれども、じゃあ10年後20年後30年後スパンで考えたら、じゃあそれは続くのかって話です。ここで圧倒的な信頼とかあのファン化 しとけばあのビジネスは継続できるよっていう話ですね。だ今何をするべきなのか、戦略的に何をする、まあ、これ戦略って言っちゃったらちょっと、まあ、あの微妙な部分もあるんですけど、まあ、戦略的にできるわけですよ、こういうこともね考えれば、まあ、僕はもうマーケッターな、マーケッターですからコピーも書いてきましたからこっちは絶対ね永続してそのアカウントもすげえ評価全部5になるだろうし、だ僕実際やりましたからね、去年か僕カメラ転売のセミナーやる前にレンズ売ったんですよ。実際にレンズを売ってみたんですね。ですぐ売れたんですけど、その僕のあのプレゼント入れてますから、しかも手書きで、で僕がじゃあそのプレゼントでじゃあもう言いますね、どういうふうにそのプレゼントを入れたのかっていう、レンズ売れたんですけどね、レンズ売れてそのレンズの梱包のところに手紙を入れて、手紙を入れまして、でこの封筒ですね、封筒があって、でまあ、ここ開けると、まあ、そのレンズ拭きのこのシート500円ぐらいしたやつなんですけど、これ結構いいんですよ、僕も使ってるんですけど、でこれを添えて、あと手紙、直筆で、この直筆のコピーをどういうコピーを書いたのか暴露しましょう、はい、僕字汚いじゃないですか、字汚いですよねで、まあ、なんて書いたのかと、あ今回はありがとうございますみたいな、まあまあ、ちょっと口頭で言いますね、今回ありがとうございますみたいな、で字が汚くてすいませんと、字が汚くてすいませんと、で今回あの僕が使っているこの、おまけとして、これすごくいいんでよかったら使ってみてください、であと、なんだいい思い出が取れるといいですねと、今回は本当にありがとうございましたっていう一言二言三言を付け加えて入れたわけですよ。そしたらその購入してくれた人がメッセージくれて、ありがとうございますみたいなね、あのこのなんだ吹き吹きのやつも使わせてもらいます、すごくよかよありがとうございますみたいなね、まあ、バーってそのなんか嬉しかったみたいな、あざーすみたいな来て、評価5ですね、星5つみたいな、だそうやって貯めていくわけですよ、地味ですよ、めちゃくちゃ地味なんだけど、みんなね多分それやんないですよね、これでもこれやるだけで全然ちゃうわけですよ。
例えば今だったらそのインスタで僕発見したんですけど、投稿してる人がいましたから、どういう投稿してたのかっていうと、なんかのお店行った時に、なんかのお店行った時にその投稿してた人がですよ、インスタに投稿してた人が、あの今日はなんかお店に来ましたと、お店に行ったらスタッフさんからこんなのもらいましたっていうんで、マスクなんですよ。でマスク1枚なんですけど、でその店舗さんがやってたのが、そのマスクの多分手作りマスクだと思うんですよ。でここになんかありがとうございますみたいな、そのなんかこうコピーが書いてあるんですよ、ありがとうございますみたいな。でこの時期いろいろとスタッフ一同なんだ感謝していますみたいな。でこの時期みんなで一緒に乗り越えていきましょう、些細なプレゼントですけれどもよかったら使ってくださいみたいなコピーがあるわけですよ。じゃあこれをもらった人、これをもらった人は何してんのかっていうと、写真インスタで投稿してるわけですよ。わかります？ということはこうお店にこの人の投稿、この人のこの写真の投稿を見た人は店舗のなんだ知ることになるかもしれないじゃないですか。でバズりますよね。わかります？すごくないですかこれ。勝手に広告してくれてるってことですよこれ。これちょっと本当考えてほしいけど勝手にこの人がこのお店を広告、インスタで広告をしてくれてるということなんですよ。すごくないですかこれ。だこれをね、考えて戦略的にできるようになると結構上級マーケッターですね、はい、だけどこれはベースとしてでも心を失ってる人は多分これができないでしょ。マジで目先の金みたいな、わかります？いや目先のお金大事なんだけど、大事なんだけども、なんやろな、戦略的にいろいろできるよねって話です。そう、どっちの方が最終的に、まあライフタイムバリューっていうのもあるんですね。お客さんの生涯この払ってくれる金、ライフタイムバリュー。じゃあ目先の100万を取るのか、ライフタイムバリューの1000万を取りに行くのか、どっちの方が儲かりますかっていう、最終的にどうですか。1000万を取りに行くのか、目先の100万を取りに行くのか、まあ100万欲しいけれども、100万欲しいけれども1000万のライフタイムバリューもらった方が良くないですかって話です。で僕がビジネスをずっと継続してできているのはこのライフタイムバリューっていう考え方なんですよ。お客さんからライフタイムバリューどれだけ多くリピートして買ってもらうかっていうところで、わかります？だから僕はいろんな商品ラインナップを用意して価格めちゃめちゃ安い商品も案内するし、もちろん利益取りに行くときはバックエンドみたいなの売ってきますよ。でもこれがバックエンド、バックエンド、バックエンド、バックエンドだったらきつくないですか？だから無料プレゼントも今回やりますし、プレゼントも企画もやったりとかね。だからその、だからちょこちょこいただくわけですね。お客さんの痛みがないぐらいで。このね、あの390円のも今ちょっと売ってるんですけど、ね、390円だったら痛みなくないですか？ね、あんま痛みないでしょ？だからそういうのもちょこちょこやってるわけです。それはもう戦略的にやってますから僕は。だからそれはドリームアカデミアでも教えてますけど、フロントエンド、アップセル、バックエンド、クロスセルとかそういう概念をちゃんと勉強しないとダメですし、なんだろうな、まあこういうそのマーケティングですよね。マーケティングが、マーケティングって言っていいのかな。はい、大事です。 OK ですか、はい、で今回まあコピーライティングのね、教材の方をプレゼントさせて、アンケートにしっかり答えていただいた方にはプレゼントさせていただきますので、しっかりと勉強して、まあ、僕が十何年やってきた、文章ですね。僕も今動画ばっかりやってますけど、文章をずっと書いてきたんで、それの統括したね、もう思考のプレゼントって、思考っていうかもう有料のものをプレゼントですから、しっかり本当勉強してください。で今回そのこのプレゼントって昔に何回かやったことあるんですけど、アンケート見てるとね、いやもう一回学び直そうと思いますと。昔申請してくれた人がもう一回来てますから、まさかのアンケート、まさかのプレゼントプレリピですプレゼントリピートってなかなかなくないですか。もう一回吉原さん過去にしてこれ申請してもらったんですけど、もう一回学びたいですみたいな、まさかのプレゼントリピートですそう、まあ、今回は本当にいいんで、しっかりと勉強していただいてやっていただきたいなと思います。あとはですね、もちろん仕掛けもありますこれ先に言っときますけど、このねプレゼントページがありますよね。でこう動画12講義あります。動画今回12講義プレゼントしますんで、
まあ、あの無料視聴期間中が5月末までか、1ヶ月間無料で見れるようになります、ね、でここの下にコピーが入ってますね。この下に、まあ、ここまで、ここで押さえておきましょう。ここにとある仕掛けがありますんで、でそのとある仕掛けもフリーですよ。とある仕掛け、実はここにもまた極秘プレゼントがあるわけです。まあ、このプレゼントを見てちょっとね、このプレゼントをダウンロードして、あの勇気を出してください。この極秘プレゼントありますから、ここのここをクリックするとね、ダウンロードできますから、極秘プレゼントが。それを見てちょっと勇気を出してください。はい、やれば書けますから、みんな。ということで、はい、まあ、5月2日の夕方ぐらいにですね、アンケート全部チェックして、また一人一人お送りしますので、今しばらくお待ちいただければなと思います。はい、では、終わります。ありがとうございます。